どうもハンサムクロジです。はい、今日はセブンイレブンの抹茶スイーツを買ってきました。新しく発売されたやつです。まず1個目こちら、宇治抹茶わらびの生ドラ宇治抹茶クリームパイ濃い抹茶わらび、以上でございます。抹茶祭り、あのミニストップもね、抹茶すごかったですけど、セブンも3つ発売されてました。いやー、どれも美味しそうなんですけどね。どれがね一番美味しいか、美味しい抹茶なのか、まあわらびうまいだろうな。ちょっと食べ比べてみましょう。ではレッツ抹茶抹茶一つ目こちら、はい、宇治抹茶クリームパイです。こんな感じでパイの中に抹茶クリームがたっぷり入っています。匂いはそんな抹茶じゃなくてパイの香りの方がね強いですけど、いただきます。あ、美味しい美味しい、クリーム美味しい、パイ自体がもう美味しかったです。サクサクで、もうちょっとサクサクできるかなって感じがありますけどね。ちょっとしなっとした感じもありましたけど、でも本当食感は良くて、で抹茶のクリームも美味しかったです。あの苦味も感じられて、抹茶の美味しさがありました。甘くてね、パイにぴったりの抹茶クリーム、ちょっと香りが弱いかもしれない。パイのバターの香りの方が強い印象でしたね。でも味は美味しかった。抹茶ハンサム。次、はい、次、宇治抹茶わらびの生ドラドラ焼きです。中にねわらび入ってるんですね。何これ、すごいわらび餅、抹茶まぶし、抹茶ホイップもあって、黒蜜もあって、これ何これ、すごい、抹茶とどら焼きの皮の匂いがすっげーですよ。こんなんかプルプルしたやつなかなかない。いただきます。うん、うまいうまい。これはもうね、どら焼きっていうのは要は和風のパンケーキですからね。ほんと、まず生地が美味しいです。ふわふわだけどしっとりしてて、でわらび餅もプルプルでトロトロで美味しい。ホイップも甘すぎず、黒蜜も香りはいいけど甘すぎず、で抹茶のね、なんかそんなにこう香りとか風味が強いわけじゃないんだけど、ほんとわらび餅が好きだから美味しかった。プルプルにやられましたね。ジューハンサム最後、はい、ということで、わらび餅を糸でこうスッと切ったんですね。もうとろーってとろけちゃった、ふわふわちょっと待ってって感じ、もう今までで一番柔らかいかもしれない。これもう僕どうやって食べたらいいんだろうすっごいぜ。よしよし、あ、なんとかいけんな。いただきます。美味しい。抹茶のクリームわらびはね、食べたことあるんですけど、前よりも濃いです。抹茶 1.2 倍って書いてて、わかんないだろうと思ったけど、苦味が増えてるのと味が濃くなってるなっていうのを感じます。より抹茶好きの人にフィットする美味しいわらびになってたと思います。ほんとトロトロで柔らかくて美味しかった。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。ジューハンサム。はい、というわけで、3つ食べました。やっぱわらび系は僕はもう本当に好きなので、クリームわらびおすすめです。食べたい、また食べたい。気になる方ぜひセブンイレブンで買ってみてください。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。